ソロランクやっていこうかなと思いまーす。まあ、5億年ぶりということもありまして、というか、もうやるたびに毎回1億年ぐらいは経ってるんで、うん、まあやるたびに、ブロンズからシルバーに上がりそうなとこまでやって、シルバーに上げる前くらいに飽きちゃって、みたいな感じで、もう永遠のブロンズやってるんで、あ、てか、なんなん、今アイアンかな？アイアンがあるんだよね。うん。アイアンランクの、ランク戦ということで、残念な視点をお見せすることになるかもしれませんが、頑張っていきたいと思います。うん。あっと、マルザハール、バンされちゃった。僕、割とマルザハール、ワントリックボーイなので、マルザバンされると厳しいですね。うん。まあ、何使うかちょっと、周り見てから考えますか。うん。ということで、まあ、今回は、モルガナでランク戦やっていきましょうということで、はい。では、試合開始までカット。うん。はい。ということで、始まりました。やっていきます。めちゃくちゃ久々のランク、ソロランク。まあ、最近ちょっとね、グラブル関係の知り合いとかに誘われて、まあ、軽くやったりしてるんですけど、まあ、ノーマルでね、ぴょぴょってしてた。ちょっと待って、できるんだけど、ちょっと待って。今、音量いじってるから来ないで。待って、焦る。待って、おっと、捕まえてるし、待って。オーマイガー！ちょっと待って、Q 外していく。焦って Q 取って Q 打つも Q 外していく。いや、いつもなら W 速取りのね、もう協力する気ないマンなんですけど、ちょっと珍しく Q をちゃんと取ったというか、取るスキルを待ってたんだけど、なんか、普通にちょっと、よいしょ？はい。うん。外しちゃいましたね。まあ、カーサスが甘えに来たので、もういよいよとりあえずこれは置いといて、うん。いやー、仲間が行くなら行くけど、来ないかな。まあ、そうだよね。さすがにジャングルモンスター湧くし、うん。って感じで、まあ、やっていきましょう。まあ、どんくらいカットすればいいかな。まあ、ロールの動画ってちょっと久しぶりだからカット感が覚えてないけど、まあ、普通にフルでやると40分とか経っちゃうので、私はお前の闇、うん。まあ、試合時間の半分くらいはカットするくらいの気持ちで喋っていきたいかなと思います。うん。いやー、まあ、そんな感じで。はい、対面はヨネですね。うん。さあ、モルガナ対ヨネということで。モルガナでミッドってどうなんだろう、実際。今、あるのかな？なんか、やっぱ、基本サポートなのかな？わかんないですけど。うん、痛い、ミニオンに殴られたりしつつ。うん。いやー、まあ、CS2 だけしっかりと取っていきますか。うん。多分、最初の方殴り合ってもボコボコにされると思うんで。うん。いやー、まあ、ヨネは前に詰めてこれるキャラだし、まあ、レンジがあると言っても、ちょっといたずらするのは、あー、痛い。うん、ちょっと厳しいかな。ちょっと、痛い、そう、こういうの食らっていくんですけど、まあ、ちょっと、しっかりと CS 取れるようにやっていきましょう。はい。CS さえし取ってれば、まあ、悪くないでしょう。いやー、1個逃した、2個逃した？うん。甘えたタイミングあれば、キュア当てていきたいというところですが、痛いね、僕が当てられてるね。全然Q当たんないけど、普通に相手のスキルをしっかりと食らっていくと。ここはちょっと E よりも W を早く上げて、殴りに行きますか。うん。ミニオン早めに処理するのも含めて、にゃーと。できるだけ相手に嫌がらせをしたいなー。Q が外れるなー。Q が当たりませんが。うん。そんな感じで、やっていきましょう。うん。そろそろ一回カット挟みます？うん。痛い。いや、待って、Q マジで外す。Q 一回当てるまでちょっと永遠に喋るか？ Q 当てるまで僕はもう罰ゲームのように喋り続けるのか？これ。Q 本当に当たんないね。まあ、Q にこんな簡単に当たってくれたら簡単すぎるゲームになっちゃうけどね。ちょっと待って、エコーが Q って言ってるから行きたい。あ、ここに帰るでしょ？それに対して、エコーがしっかりと詰めていく。さあ、エコー、待って、Q ひどい！その Q はひどい僕。やばすぎるよ。何やってんの今の。いやー、待って、エコめっちゃ行くやん。エコめっちゃ行くやん。ちょっと待って、これやれるんじゃない？やれるんじゃない？さあ、Q を初めて当てて、イグライトまで入れて殺していく。オッケー。オッケー、サンキューと。あ、待って、僕、チャットオフにしてるわ。チャットオフにしてるから自分からもチャット送れなかった。エコーにね、サンキューってことで、かなりね、ちょっと正直押され気味だったところだったんで、このキルは美味しいですね。ファーストブラッドかな？ファーストブラッドだね。よし。オッケー。ちょっと待って、これ。
押し付けてから帰りたいけど、ちょっと間に合わないか、よね、帰ってきちゃいそうな気がするな。あ、帰ってくるよね、そうだよね。うん。いや、ちょっとでも経験値ロストしてほしいなと思いましたが、ちょっと押し付けるには速度が足りなかった。マナが切れちゃったからね。うん。さあ、アイテム買って、コントロールワードも買って。さあ、こっからの試合やっていきましょう。うん。さあ、これエコーが来てくれそうな空気。そうだよね。来るよね。よし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 。さあ、さあ、いいんじゃない？いいんじゃない？さあ、ここ困った？あ、どうだろう？まあ、いいか。まあ、フラッシュは、モルガナなら切っちゃっていいでしょう。なんか、あ、でも今、9届いたような気がするね。まあまあまあ、いいでしょう。とりあえず、まずはキルを取ってしっかり育つことが大事ということで。うん。まあ、これは、ありでしょう。ちゃんと、まあ、フラッシュないことを自覚して、いいよ、いいと Q 大事にね、うん、やっていければいいのかなと、思います。うん。さあ、ここで、なんかしてるので、取りたい。僕の反応速度が、そこだったかな。Q で取れる範囲まで待ちたいなと思ってたら、うん、取れなかったね。さあ、エコーがまた来てくれるので、さあ、やりに行きますか？さあ、ヨネちゃん。ヨネちゃん、遊ぼう。ヨネちゃん、遊ぼう。どうだ？これは。いけそう。これさ、後ろから回って、ここに出てくる Q を外していく！待って、W までなんかノリで撃っちゃったから僕なんもできることないぞ。さあ、ウルトだけ使って、さあ、チーズへちょっと防いでから、あとは任せた以降ということで、何でキルもらった今。なんか通常、イグナイトのダメージかな？なんか、さあ、最後、しれっとキルもらったんで、いい感じです。3キル目。さあさあ、仲間はドラゴン意識して動き始めたいというところですか？まあ、僕も寄りますか、これは。え、待って、相手いるね。カースいるね。観察こっち来るでしょ。はい、美味しいと。さあ、美味しいよ。さあ、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 しっかり。さあ、しっかりと、観察の。パッシブを。ああ、待って。ちょっと待って。これは、僕死ぬかも。死ぬかもしんないな。死にそうだな。いやー、ごめん。ごめん。これはもったいないけど、どうだ？仲間、さあ、いけそう。さあ、距離落として。さあ、3対2。この3対2を、ヨネのスキルはしっかりと避ける。さあ、フォーチューンは？ MF は、マナがないぞ。さあ、いいよ。キル取っていく。オッケー。いや、順調じゃないですか、この試合。まあ、かなり余裕持って勝てそうな雰囲気になってますね。オッケー。いやー、ということで、まあ、試合時間53分。これは、小エコーはまた来てくれると。まあ、割と序盤はいい感じさ、これで10レベルですね、というと。待って、もうエコー入ってるわ。ごめんね、エコー、ナイス。エコーも育ってるからね、これ普通に食べ放題って感じになってるな、ヨネはもう。だいぶやってるんで、いい感じな気がしますよ。トップちょっと、そうだ、まあ、多分、対面的には別に負けてるわけじゃないと思うんだけど、ヨリック育つと後々ちょっと、押されんのがしんどいかもね、というくらいのところ。他はおるんじゃないかな、あれ。ちょっと待って、なんか戦ってんな。なんか、ジャングル戦ってるか？ゴールが倒しきれず？さあ、ヨリックがトップタワー降りそうなのかなというところですね。さあ、僕はストップウォッチ買います。さっきのボトムの光線とかね、ストップウォッチあればね、戦えたかなっていうところが。まあ、やっぱトップおられたか。あったんで、まあ、ちょっとストップウォッチをしっかりと購入して、やっていきましょう。さあ、まあ、とりあえず、おーっと、久々に連で Q が当たったね。美味しいね。オッケー。まあ、ヨネとのこの対面自体は全然余裕ある。ちょっとトップなんか戦ってんな。トップの方行こうか。エコーがあれは。さあ、ヘラルト取って。さあ、ヨリックに Q 当てて。なんかヨネがいる。ヨネでも帰っていっちゃうな、これとして。さあ、とりあえずヨリックは落としましたが。ヨネはちょっと殺しきれそうにないか？こっちには帰ってこないもん。なんかいる、違うのがいましたね。
あ、そこに置くの、そこ、ちょっと待って、それ殴られちゃうよ、タワーに普通に。さあ。ちょっとこれはタワー降り切るには至らないヘラルドですが、まあ、だいぶ削ってくれますね。僕はあんまりタワー殴れてなかったので、ミッドは、まあ、大きく削れたんで、早めにと、ミッド、タワーを折ってしまって影響力出したい感じはしますね。いやーと。ただ、ヨネも、ミニオンの処理が意外と早いので、厳しいところ。あ、エコー入っていくのそれ。エコーが行って、僕はちょっと寄れない。さあ、エコー倒しきった。ああ、寄れに、タワーダメージかな。うん。まあ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 、せっかくタコぶち抜いてくれたんで、タワーを降りに行きたいところですね。うん。さあ、プッシュ一気にして、タワーを降りたいが、さあ、レオナが来る。もレオナサポート一人だったら、まあまあまあ。さあ、どうだ ?ADC 見えてないけど、多分いないと思うんだよね。ここ出てこないってことは多分いないね、タイミング的に多分。うん。さあ、いやー、ということで、さあ、ここは、レオナを殺しきれるか?さあ、このスキルを避けて、うん、よし、オッケー。まあ、カーサスが追いかけてくるけど、これは大丈夫でしょう。うん。さあ、これはもうあとワンパンでタワー折れるんで、とりあえずミッドは折れますね。うん。さあ、ここはドラゴン、行きたいという流れか。まあ、ドラゴン行きたいっていうか、ドラゴン周りで集団戦とかね、できれば美味しいかなと。あ、いや、ごめん。ジャンダー来てないな。ごめん。みんなで行く流れかと思っちゃったけど。ちょっと厳しそう。ちょっと厳しいよ、それ。ごめん。行けないよ。いやー、でも、それ、行った方がいいか。そうなんなら行った方がいいな。ごめん。それは、ごめん。僕が離れすぎた。離れすぎた。さあ、とりあえず、ウルトで入っていくか。さあ、これ待って、カーサスがうざすぎる。そこで死んでるのはカーサスが痛い。あー、これ死んだ。これはカーサスのパッシブ厳しいですね。うん。3対2で残ったけど、あ、こっち分かれちゃったダメじゃないそれ。3人でまとまって1人を確実に落とした方が良かったと思うけど、これ多分ヨネはいいけど、ナサス負ける、そうだよね、ナサスは負けるよね。で、多分下はヨネ打って、エコーがカウントがね、仕掛けて打ってというところ。でもヨリック体力ないからドラゴンは取れそうですね。ドラゴンまでは取れそうかなというところですね。うん。よし。さあ、トップのヨリックめちゃくちゃ気になるけど、ここはヨネに当たっていきましょう。さあ、ヨネナイスキル取って。さあ、どうだろう。トップヨリック帰るか攻めてくるか、いや、まあ、ナサスが間に合うから大丈夫か。さあ、このまま CG。してしまいたい。いやー、ちょっとどうだ、うん、さあ、生き残って。さあ、さあ、カーサス倒した。フォーチュンとサポートが。うん。さあ、自分に、このスキル。ここは、殺しきれなすぐだな、あれ。うん。さあ、さあ。え、なんか、わからん。わからん。これ、とりあえず、レオナ食ってから考えよう。レオナ止めて。レオナを食って、フォーチュンに、あ、ナイス?オッケー、エコーが行って、さあ、ヨリックが追いかけてくる、Q 当てての、ウルト、さあ、ナイス、ジンが決めてくれて、さあ、ミッド一回帰って、ウェーブ処理したら帰る。待って、ヨネが来た、ちょっと間に合わん、これ。待って、Q 当てても突っ込んでくるんだ、それって。もう、あの動作まで入ってたら Q 当ててもダメなんだ。マジか。いいから行って打ち上げ防がなきゃいけなかったね。うん。それでも死んだかな。まあ、しゃーなし。しゃーなしということで。うん。さあ、またドラゴン周りの光線ですね。さあ、ワードがあるのはジンが潰してくれてると。ちょっと様子見て。うん。ドラゴン、あ、始めちゃう?もう始めちゃうか。早いってない?それ敵見えてないよ。さあ、カーサス来たから、カーサスには2当てるけど、ここにいるとレオナもらうから、僕は長いできないぞ。さあ、しっかり下がって、ウルトに入っていく。さあ、さあ、このウルト、レオナしか固まらない。ちょっと美味しくない。さあ、レオナは、落とした。レオナ落とした。さあ、MF 追いかける。さあ、エコーが?エコーが戻ってきて。さあ、沼で MF はダウンと。さあ、ヨネが残っている。待って、そのヨネ、危なくないか?エコー。それはきつい。待って、ヨリック、
やっとる。やばいことやっとるやつおる。ちょっと待って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 。これ、ヨネ、許して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 。よし、許されて。間に合うか？間に合うか、これ。いや、キリ間に合わん気がする。いやー、そうだよ。タワー折れちゃう。これはちょっときつい、マジで。ちょっときつい。いや、マジか。いやいや、マジ？最後まで露出しちゃった。ネクサス露出したんで、これは。もういつでも裏入ってくるの警戒しなきゃいけない状態になっちゃったな。うん。待って、それ当たる？大丈夫？どうなる？それ。降りきれんならいいけど、普通にちょっと、相手一人でも見えないなら、ヨリックだな、主にね。ヨリック見えなかったら普通に、普通にネクサス守った方がいいんだよな。まあ、ヨリック今いるから、今はまだ、うん、そうだね。3人、4人見えてるか？まあ、大丈夫？そう。レオナも見えてるから、多分。今は大丈夫か。ちょっと攻めどこか、むしろここ攻めて、ここで落とし切ってしまえば何人か、インヒビ回ってしまえればでかいか。ヨネがさ、攻めて、ちょっと待って、これ大丈夫か。さ、ヨネを落としてさあ、フォーチュン MF を、これ厳しそうだが、さあイグナイトだけ打って、よし、まあまあ相打ちは取れた。エコーはちゃんと帰れてる。ヨリック、これどうだ、ちょっと厳しくない、これ。エコー負けたら終わりだけど、どうする、これ大丈夫か。エコ、あ、エコ倒すんだ。エコ育ってんね。いいね。いけるね。うん。オッケーオッケーオッケー。さあ、エコーがしっかりと、ヨリック落として、なんとか本陣を守り切ったというとか、インヒビ割れなかったのがちょっと心残りだけど、まあ、浮か追いしてたら終わってたかもな。あ、インヒビ割れたわ。ミニオンで割れましたね。いい感じです。どうしよう、アイテム。ちょっとこれ、GA 買いたいな。GA 積みたいんですけど、ちょっと中途半端に変なアイテム買ってもなんなんで、ここはエリクサー飲んどきますか。操作にエリクサー飲んでいましょうか。うん。エリクサーだけ飲んでやっていきましょう。うん。さあ、これジャンナちょっと怖くないか。ジャンナそれ捕まるんじゃない？大丈夫？そう。他は来るよね。そうだよね。捕まっていく。これはちょっと助けられないな。ジャンナダウンして。待って、エコー行くか、それ。それ行く気だな。そうだな。強いな。なんか、ごめん。キルだけもらっちゃった。ありがとう。いやー、これ痛いよ。これ地味に痛いんだけど。いやー、なさすしなくて自分守ればよかった。うん。いやー。え、どうだ、これ。これ、まあ、いい日々復活してるし、うち。無理やり取りに行ってもいいのかも。ナイス？さあ、止めたらエコーがやってくれる。ナイス。MF 落として。ADC 落ちてよ。さあ、相手3人全部見えてる。これは、行かない？エコー。意外となんとかなる気がするんだけど。さあ、4年。さあ、レオナも裏から入ってくる？さあ、ウルトは使っておこう。レオナだけは止めておく。さあ、スネア当てて。殺しきれるか？それ。ナイス。ジンが落とす。さあ、相手そろそろ残りの最初に死んだやつから復活しそうな感じはするか。さあ、ヨリックのウルトは落として。うん。さあ、微妙なところですね。次のなんか大きい集団戦が起きたら一気に流れが変わりそうだけど、ここはドラゴン取れますね。ナサズと二人で取り切っちゃいましょう。うん。さあ、次の展開次第。どうなるかな。さあ、一応、ここ、バロンの管理だけはしておきたい。バロン今のところ。うん。今空いてきてないんで。ちゃんと相手のワードを壊しておく。あー、待って、ちょうど来た。ちょうどレオナが来てる。あー、待って、今のは、ちょっと急失敗でしたね。うん。待って、ナサス、ちょっと待って。これワードだけ壊すだけで十分じゃない？待って、やっちゃう？やっちゃう？これ待って。MF が痛いよ。ウルト痛いよ。さあ、思ったより痛くないよ。さあ、ウルトでとりあえずこっちは逆に後ろ止めとこう。こう、よく止めとけばそっち MF 落としてくれる？ナイス、レオナも落として。さあ、観察は落としきった。ただ、これはもうどうしようもないですね、ヨリック。うん。まあ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 、時間稼いだだけですけど、エース使って時間稼いです。さあ、ヨリックをこれ落としきれるか。落としきればエースで。さあ、バロンでいいんじゃ、待って、バロンじゃないか。ごめん、そうだね、エコー。そうだよね。これ GG あるわ。これこの時間だったら GG あるよ。うん。さあ、どうだ？さあ、ナサスがしっかりと火力を出せるので、タワーを折る速度は十分にあるはず。さあ、早いぞ、早い。いけるよ、これ。さあ、
さあ、降り切って。さあ、ネクサスを割り切る。オッケー。うん。ナイス。勝ちました。オッケー。うん。はい、ということで。うん。まあ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 、いい感じですね。評価 S は取ります。18キル。まあ、18キル5です。11アシストとね、まあ、なかなかに、僕の仕事はしたんじゃないですか？うん、まあ、ただまあ、まだアイアンなので、うん、本当に、たまにしかロールやらなさすぎてね、ランクが上がんないマンは、たまにやると一番下からのスタートなので、毎回。うん。いや、今回はどれぐらい飽きずにやるかな。どうだろう、シルバーとかになるぐらいまでやるのかな、ブロンズの途中で終わりそうって思ってるけど。うん。まあね、いい感じに、火力は出せたんじゃないかなというところで、ランク戦、5億年ぶりのランク戦1試合目、見事勝つことができました。うん。ということで今回こんな感じでおしまいにしていきますか？うん。また、まあ、10試合全部やるとは言わないですけど、振り分け戦の動画撮ったり、まあロールの動画もたまにね、上げておきたいなと。思ったり思わなかったり、最近はちょっとロールのモチベが高いです。そんな感じです。うん。お疲れ様でした。またねー。バイバーイ。